ジャンルク・ゴダールという映画作家のお話をしております。で、彼がですね、映画史というです、ね、非常に巨大な、まあ、万華鏡のような作品を作っているのですが、その中でですね、まあ、こういうふうなことを言っているんですね。つまり、映画とは何か、それは nothing、つまり何者でもない。では映画は何を望むのか、それは everything、つまり全てを望むのか。では映画には何ができるか、それは something、つまりちょっとした 何ほどかのものだということです。逆に我々はですね、その彼が映画について言ったことをアートについて、あるいはアーティストについて、一般化して、でアートとは何か、それは何者でもない。しかしアートは何を望むかと言われれば、それは全てを望む。で、その結果、アートに何ができるかというと、まあ、何ほどかちょっとしたことができるというふうに、言い換えることができるというふうに思います。で、その中で、まず第一にですね、言いたいことは、自分は何ほどでもない。アートとかアーティストとかいうものは実際今のところは何ほどでもないという認識から出発しなきゃいけない。自分のそのアート、自分の小さい世界というのを一回壊すというところから出発してほしいというふうに思うんですね。しかし第二にそこで、じゃあその自分は何者でもないから萎縮して終わりかというと、そうではない。何者でもないからこそ、すべてを望むんだという野心を持っていただきたいと思います。でこのように、一方ではですね、まあ、自分は今まで絵が上手いとか何とか思ってたけれども、そんなものはどうってことないんだと。自分はゼロだというふうに一回認識する。と同時にですね、そのゼロである自分が、すべてを、要は無限を望むのだ、全てを変革することを望むのだという野心を持たれたときに、まあ、その狭間でですね、皆さんが何ほどかのことをなしで、私を、ここの教員たち全てを、さらには世界を大きく驚かせてくれることを